石野陽三雑談。本日1月30日火曜日、高槻の如是公民館で稲穂会、すなわち老人会、60歳以上のために私の武道を元にした健康体操講習をやった。約20人弱参加。講師の私が89歳、生徒たちは60代と70代、平均したら70過ぎぐらいだと思うが、女性がほとんど、男性2、3人、皆驚くほどに体力も気力もなかった。公民館に出てくる老人はまだ元気な方であると聞いているが、元気がなかった、やる気がなかった、みんなよぼよぼしていた。講師は89歳で、弟子が60歳、70歳、平均が70強ぐらい、私よりはるかに体力、気力、劣っていた。残念ながら、これでも元気な方の老人である。こういうふうな老人が今、ものすごく増えている。将来もっと増える。若い者に負担をかける老人がもっともっと増える。けれど、彼らは何もそんなことは考えていないようで、考えているのは貯金がいくらあるか、年金がいくらあるか、節約してどこまで生活できるか、最悪の場合は生活保護に頼ったらいい、まあそのぐらいの考え方でやっているんではないかなと思われる。日本の将来が案じられる。こういう老人が多くなればなるほど若い者は大変になる。今の若い者、今の老人が増えていくために、将来は年金をもらえないかもわからない。医療保険も介護保険もどないなっているかわからない。恐ろしい日本の将来が今近づきつつある。